ちは。どうも。今日ね、ユニットで来まして、後で私の相棒をご紹介いたします。私、小平敏郎は大正生まれでありますから、戦争を体験しております。シベリアにも抑留されました。戦争に負け、日本は高度経済成長真っ只中、企業戦士として戦い抜きましたけども、企業戦士としてもちょっと苦戦を強いられ、挙句の果て夜の歓楽街での女性との戦いには戦争以上に苦戦を強いられた。戦争は嫌いだ、だけど女の子は大好きだ。夜の戦い。お国のために戦った、軍服姿のおじさんは、黄昏時になると小さな鉄砲ぶら下げて、夜の戦いに挑む。ブラ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 、いい子はいないかな、ラブラブしようね、へいへいへい。お国のために戦った、軍服姿のおじさんは、夜もさらに更けるとちっちゃな鉄砲持ち上げて、威嚇射撃を始めた。ブラ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 、いい子はいないかな、ラブラブしようね、へいへいへい。あブラブラあブラブラブラ、いい子はいないかな、ラブラブしようね、へいへいへい。裸になったおじさんは、ちっちゃな鉄砲を敵に向け、ガンガンと撃ちまくるけれども一発も当たらない。みんな素通りしてゆく。ブラ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 、いい子はいないかな、ラブラブしようね、へいへいへい。あブラブラあブラブラブラ、いい子はいないかな、ラブラブしようね、へいへいへい。挟まった、ちっちゃな鉄砲折れちゃった、折れて完全にブラブラになった。いやまだアンジャーナイ、何度も言っておりますけど、このアンジャーナイっていう言葉の意味が分かる方手挙げてちょうだい。さすが稲の人間、私小平と城とご当地が一緒だけある。そう、案ずることはない、どんどん前、心配しないでいいと、そんなような方言ですね、これはね。こうなったら素手でも戦うよ。ブラブラ
ブラブラ、いい子はいないかな、ラブラブしようね、へへへ、ブラブラ、ブラブラブラ、いい子いないかな、ラブラブしようね、へへへへ、お国のために戦った軍服姿のおじさんの、ちっちゃな鉄砲、折れた鉄砲、悲しい鉄砲、寂しい鉄砲、寂しい鉄砲、最後の鉄砲、そしてそれは欲しがりません。ここにおられる女性諸君すべてに、勝つまではありがとう。ちっちゃな鉄砲、皆さんはどのぐらいのサイズでしょうか。大平とし郎は皆さんと大体同じくらい。下手な鉄砲数撃ち当たる、一発でダメだったら100連発、俺様はマシンガンだ。ここにおられる女性諸君、覚悟しろ。イエおめでとうございます。イエーイ。
100連発全部外れてしまった。そうですね。大平敏郎、もう女性には興味はなくなった。女とは縁のない男、大平敏郎。今度残念だけど 100連発全部使い果たしましたけど、101連発実はね一個隠したままあります。地震、雷、火事、原発、親父の座を原発に奪われてしまった。でも私大平敏郎は原発よりも怖い親父のことを知ってる。先頭の番台の親父、襲われそうになった。かつてアイドル歌手だった時にね、親父はそういれば下手な女より気持ちいいと言われた。一目散に逃げてきたけど、被害者がだいぶ出ていたという。名付けてスポンタコヤです。女にまた興味はない。女を見ても感じない。女にまた興味ない。女を見ても感じない。だけど若い男が大好きで、狙った男にパクリつく。そうさ、やつこそひどよんで、すっぽんのおたこおやじ。朝っぽから酒くらい一見ボケて見えるけど、若い男を狙う目はたったにもまさにするとさ。さはい、朝っぽのおたこおやじ、スッポンのタコおやじ、スッポンのタコおやじ、スッポンのタコおやじ。イエーイ。女にゃ全く興味はねえ。女を見ても感じない。女にゃ全く興味はねえ。女を見ても何も感じません。亮太君ありがとうございます。だから若い男が大好きで、狙った男にパクリつく。そうさ、やつこそ人呼んで、すっぽのおたこおやじ。雷様がどなっても食らいついたら離さない。そして男を丸飲みさ、スポンのタコおやじ。スポンのタコおやじ、スポンのタコおやじ、スポンのタコおやじ、スポンのタコおやじ。
あ、じゃあ50分続くな。イエーイ。女には全く興味はねえ、女を見ても感じねえ、女には全く興味がねえ、女を見ても何も感じない、女なんてものはだよ。だから若い男が大好きで、狙った男にパクリつく、そうさやつこそ人呼んで、すっぽんのパタコヤチ、後半のレンジは早くかねえ、歯抜けのヒゲラがクイーン、ラクはピカエッチさ、ブロック女もマヒャオヒャ、すっぽんのパタコヤチ、朝っぱから酒くらい一見ボケて見えるけど、若い男を狙う目は赤にも勝る鋭さ、さあすっぽんのたこ焼き、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 ありがとうございました。はい、では女に全く興味のない大平とし郎が女性を呼びます。相方の池田咲子、ボーカリスト、歌を歌います。どうぞ。1番で、はい、大平とし郎、昨年9月4日に、まあ、これは再開と同時に結成したというあのスーパーユニットフラームーンの紹介をしつつ歌を進行していきます。じゃあ行きましょう。最初の曲ちょっと、はい、初めまして、曲名は、喫茶店の片隅でという歌を歌います。
の方は少ないかと思います。私もね、あの生まれる前の歌なんで知らなかったんですけれどもね、私と大平君ってね、もう30年前くらいに知り合って20代の頃の友達だったんですけどもね、小平君がロックをやってるのは私はずっと知ってて、で知り合った頃は私何にも音楽的なことやってなくてね、カラオケで歌うくらいで、それが10年前くらいからね、昭和初期の流行歌が好きになって、それでこういう感じの歌ばっかり歌ってるんですね。でそれを小田原君にちょっと聞いていただいたら、なんとこういう歌がすごい気に入ってくださいまして、で2人でユニットを組むようになったというわけなんです。それでで、じゃあ次の曲をご紹介しますけれどもね、次に歌う歌が花の素顔っていう歌なんですけれども、これが昭和24年の歌で、映画が作られまして、これは小暮道夫っていうね、美人女優の主演した映画なんですけれどもね、その映画の主題歌を服部良一というね、作曲家は有名な方なんで、おそらくご存知の方多いと思うんですけれども、あと西条八十が詞をつけまして、とてもおしゃれな歌ができました。それで
この歌の意味っていうのがとっても私にはどういう意味なんだろうなってことをずっと考えててね。でじゃあその原作の小説を読んでみようって思い立ったことからちょっと2人でお芝居をするようなことが始まってちょっとそのワンシーンをこれからやりたいと思います。のりこはどうしてるの？食堂の方で寝てるんだろう。へえ、寝られるの？どうにかこうにか。布団は？ないんだ。まあ。かわいそうな格好して寝てるわ。そうすると、昨日まではこのお布団に一緒だったのね。うん。でもそうするほかはなかったんだよ。苦しい弁解はよしって。それじゃあもうご夫婦も同じじゃありませんか。そんなことはないんだ絶対に。まあそんなに興奮しないで。さあさあ寒いじゃないか。いや、どうするんだ。あなたもノリコも不正直だわ。私を何のかのと言いくるめて後で二人で舌を出すんでしょう。冗談じゃないわよ。男と女が二人きりで毎晩一つお布団にくるまって寝ていて無事であるわけがないじゃありませんか。けがらしいわ。その後へ私がのめのめ寝られるでしょうか。そんな無別に耐えたのは昔の女よ、古い女よ、奴隷の女よ。さよなら、私は帰ります。マミ、タデと別れてどうするの？僕と結婚するんだ、マミ。ダメ、浮気はまっぴらよ。恋愛するなら命を懸けたいわ。男と女、強い
どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもフラワームーンよろしくお願いします。今の曲は非常に男女関係のドロドロとした歌でしたけども、私たちお互いあのパートナーいますけども、私たちフラワームーンはこの歌とは違ってクリーンな関係で、これの緊張状の1番ですね、ドラムの前に。そうだね、で延長してね、はい。